ールありません。さあカウンタースピードを上げたいところ。さあつながるか、ミドル、やったー、コロンビア。ここで得意のカウンターがまさに炸裂しました。フィニッシュまでの形、北澤さんいかがでしたか。これはお手本のような綺麗なカウンターでしたよね。前線の今の動き出しは常に狙っておかないとできないですからね。タイミング良かったですよね。